はい、すごい声だよ、ポンちゃん。はい、ポンちゃんがギターの一部になっています。今日はですね、これからシャワーを浴びて、カメラ屋さんに行ってカメラのレインコート、レインなんとかを買ってですね、まああるかどうかわかんないけど、雨に備えます。今日はちょっと曇りから雨の模様です。で、ギターを持って歌わせてくれそうな場所があるのでそちらに行ってきます。その後、夕方からは友人のバンドの、ライブを撮影し、そして5時ぐらいになると何があるんだっけ、あ、灯籠アンドン灯籠更新みたいなやつがあるんだけど、それもちょっとライブの撮影が、入っているので、どっかで見られればいいね。どの方向に行ったかをちょっとチェックして見ましょう。それも撮影の中に入れられたらいいなと思います。ちなみに何の話かというと、タバコ祭りです。ジャン君、ただいま帰りました。雷の音みたいなのがどんどん鳴ってて怖かったでしょ。よいしょ、去年もあったね。一応雨戸を閉めていったんだけど、やっぱちょっとビビってる感あるな。はい、ポンちゃんもおいで。ポンちゃん、ポンちゃんは廊下におります。お疲れ様でした。なんかビビってる。